こんにちは。お天気をお伝えします。今日の道内は高気圧に覆われて青空が広がっています。各地から寄せられた青空の写真を見ますと、どこもね、綺麗な青空が広がってお出かけ日和となっています。鯉のぼりの写真もゴールデンウィークらしさがありますよね。今日はにわか雨の心配もなさそうです。天気のポイントはこちらです。安定した晴れの天気が続きますが、北風が吹くので体感的には少しひんやりとしそうです。では今のオホーツク越水の様子です。晴れて知床連山もはっきり見えていますが、気温が 7.7 度しかありません。では午後の天気です。この後もにわか雨の心配もなく、すっきり晴れそうです。お出かけの際は紫外線や白樺花粉対策を取った方がいいと思います。空気の乾燥が続いているため、火の取り扱いにご注意ください。予想気温です。日差しはたっぷりでも昨日より気温が上がらず、風がひんやりそうです。札幌は4度低い15度、これで平年並みです。オホーツクは大幅に低くなって網走で9度、根室も10度止まりの予想です。今日はひんやりと感じても、明日は汗ばむくらいに気温が上がりそうです。今日と明日の午後2時の気温分布です。今日は15度前後を示す黄色やオレンジが多くなっていますが、明日はピンク色が目立って20度を超えるところが多くなりそうなんです。最高気温は札幌で23度、オホーツク女満別では26度、今年初めての夏日予想となって汗ばむ陽気になりそうです。変わって今の帯広の様子、こちらは噴水が出ていますね。この先数日間日差しに恵まれそうです。週間天気、ゴールデンウィーク後半5連休は晴れでスタート。木曜日までお出かけ日和が続きそうです。その木曜日をピークに今年一番の暑さになりそうです。札幌で24度、帯広で27度まで上がります。半袖の用意もしておきましょう。金曜日から天気は下り坂で、土曜日は広い範囲で雨や風が強まりそうです。お天気でした。